続いては石垣島で現在オープンしているプレミアムな野外レストランダイニングアウト八重山ウィズレクサスの様子をお伝えします。ダイニングアウトとは食を通してその土地の自然、伝統文化、歴史、地産物などにクリエイターの力により新たな価値を生み出す地域活性化プロジェクトで、3月15日から31日まで石垣島の小本岳のふもとにあるジュマール楽園で開かれています。チーフプロデューサーを務めた大類智樹氏は、石垣島といえば海というイメージですが、新空港が開港したタイミングで山、そして八重山民謡や舞踊に新しい価値を加えて世の中に発信していきたいと述べ、ホスト役を務めた小葉さんは、石垣島に恵みを与える小本岳の恵みをいっぱいにいただきながら、料理やカクテル、そして音楽に驚き、食べて飲んで今宵を謳歌してほしいと話し、招待客らを会場に案内しました。この日はプレスデーで、沖縄県指定無形文化財八重山伝統舞踊保持者でもある宇根由紀子さんらによるウムトゥタカビが披露され、白穂出身で今回夜の部の音楽を担当する荒由紀人さんのライブも行われました。そしてテーブルには次々と八重山の食材を生かし趣向を凝らした料理やカクテルが運ばれ、招待客らはその味に舌鼓を打っていました。瓶の下に敷いているものはヒレ山椒でございます。で、肉の上に乗せているものはアダの千切りでございます。で、丸いものはハリイモでございます。肉はその最初はそのまま召し上がっていただいて、途中からソースに少しつけて召し上がっていただければ美味しいと思います。どうぞ。料理を担当した下野シェフは、採れたてのピーチパインを食べ匂いを嗅ぎ、その素晴らしさからデザートに取り入れたことを説明し、カクテルを担当した岡本バーテンダーは、島ミントのフローズンモヒートなど今石垣島にある素材を使いカクテル作りに当たったことを伝えていました。飛行機で降りてから、ダイニングアウト八重山ウィズレクサスは昼の部夜の部ともに予約制となっています。スケジュールや予約については以下のウェブサイトをご覧ください。